死体が他の臓器を圧迫してます。この影なんでしょう。ガゼ、私は富江。この病院なんか変だろ。最近人がどんどん減ってくっていうか、この部屋だってそうだし、この何日かでみんな退院してった。入院してすぐの頃かな、看護婦がさ4人もいっぺんに消えたんだよ。その4人みんなおかしくなってたんだって。マジで、その後院長が行方不明になって、こういうの神隠しっていうのかな。お前古い言葉知ってんな。この病院な、絶対なんかある。なんかって何？谷口さん、部屋隣。今の可愛かったな。くどいといてやろうか。いや、いい。お前いつも美味しいとこ取ってくんだもん。そんなことしたっけ。高校の時3回だろ。古いこと覚えてんな。こないだの合コンだってさ、あれお前、あれはお前が行けないって言うから俺が行ってあげたんだろ。そうだけどよ。たけし、大将剣の色紙なんて書いてあった。
踏み出せばそこに道ができる。そう、いいこと言ってたよな、あの親父。ラーメンまずかったけど。どうした、大丈夫？やっぱ酒ダメ。ちょっとトイレ行ってくる。文人、ふざけてんじゃねえよ。何？なんかおかしい？ううん、うん、寒い。君、なんであんなところに？私、あの病院で生まれたの。あ、そうなんだ。男が二人、女が四人。ひどい顔して震えてた。
きなよ。あとこれ。コーヒーでも入れるよ。人を殺したことある？え？殺すってどんな気持ち？なんだよ急に。殺すとき何考える？知らねえよ。でもあなた、私のこと殺すでしょ。どうやって殺す？殺した後どうする？私の中は暗くて汚い虫がいっぱいだから嫌。虫がいっぱい。殺さないでね。森田健三。これね、家出人は森田健三49歳、職業は病院院長と。はい、あの、父は？うちの者から連絡行きました。いえ、うちの方は、母の方は分かりませんが。え？お母さん届け出してるようだけど。母は別居してます。そう、残念だけど、お父さんまだ見つからないようだね。そうですか。情報が入り次第、こちらから連絡しますから。ただ、もし見つかったとしても、個人の意思を尊重するということで、警察としては強制的に連れ戻すことはしません。事件性もないようだし。まあ、家庭の問題がいろいろあるようだし、そっちの方を解決するのが先決だと思いますがね。森田さん、院長先生の木下さんいらっしゃいますか？約束？いえ、ちょっと待ってね。
ろしいんでしょうか。ですから申し上げた通り、院長先生はただいま不在でして、いつになったら会えるんです。もう何日もこうして、ですからどなたかいないんですか。久しぶりだよね。私が新人だった頃、由美ちゃんよく院長先生迎えに来て。小学生だったっけ。ここで一緒に遊んだよね。ごまかさないでください。敦子さん、父と不倫してましたよね。失踪のこと何か知ってるんじゃないですか。本当は敦子さんが原因なんじゃないですか。ちょっと待って、違う。何が違うんですか。敦子さん少しも気にしてないみたい。私だって心配なのよ。確かに私、院長先生とはそういうことになったわ。でも今度のことは私にも全くわからないの。いなくなる前だって普段と変わらないように見えたし。あなたが来たって聞いて思ったの。きちんと話をしなくちゃって。でもどう切り出していいか分からなくて。ごめんね。私こういう性格だから言っちゃうね。先生とはもう終わってたの。でも今でも好きよ。だからすごく心配だわ。あいにくお嬢さんの手術に立ち会ったのは僕一人しか残ってないんです。みんな辞めてしまいましたね。院長先生、お嬢さんの症状はとても珍しいものだった。それだけです。それだけって。お嬢さん生きてらっしゃる。手術はうまくいったんです。何も心配いりません。何も異常はない。ねえ、さゆりちゃん、先生、由美ちゃん、ちょうどよかった。これお父さんに返しておいてくれないかな。僕にはもう
はい、その件については明後日からの視察でもう一度確認します。すいません。はい、ごめん。ううん、今晩泊まってこうか。でもお母さん疲れてるみたいだよ。そう、大変そう。会社の方は順調なんだけどね。でも医療コンサルタントなんかやってると半端に頼られちゃって大変。うちの病院からの苦情やら何やらがね。今日だって会社の電話鳴りっぱなし。あの人がワンマンで仕切ってきた病院でしょ。いないとどうにもならないみたい。やっぱり大変じゃない。うちの病院潰れちゃえばいいのに。でもなんとか乗り切らなきゃ。あの人いつ帰ってくるかわからないもの。ねえユミ、本当に大丈夫？いつから出張？明後日からしばらくこっち留守にするけど。私は大丈夫。じゃあね。たけし？はい。たけし？はい。はいってなんだよ。お前もう心配させんなよ。普通黙って帰んねえぞ。誰かいるんだ？誰にも言うなよ。病院から助け出してやったんだ。助けたって？じゃ置かないからな。もうふざけんなよ。富江は俺のもんだからな。富江？なんだよそれ。そうやってまた自分だけいい思いするつもりだろう。おい武志、お前どうかしたのか。そうやっていつもいつもお前はいつも俺のものを横取りしてきたんだよ。お前なんか消えちゃえ。たけし、たけし、私いつからあなたのものになったの？誰？え？電話誰？友達。合わせて。トミエ。触らないで。もう飽きちゃった。嫌だ嫌だ。何？あなたもう壊れちゃったの？壊れたって？なんだそうなんだ。つまらない男ね。
あんたが消えれば。さあ、電話して。お父さん、9月24日患者の体内より摘出、特異症状につき悪性の恐れあり経過観察に入る。富江、手術中左手親指に受傷、感染の可能性。9月25日左手受傷部に圧痛あり、発熱、保管あり、体温38度、だるい、ペンタジン 5mg 常駐、摘出頭部の組織断片が欠落部分を再生しつつある。左手受傷部の肺が上腕に転移、人面相、体が動かない、幻聴あり。立花が主に経過観察に当たる。仕方ない、体が言うことを聞かない。おはよう。いつ来たの？ちょっと心配でね。早く会われてらっしゃい。こんにちは。
ちょっといい？昨日由美来たでしょ。はい。今度の失踪のこと、それともあなたと森田のこと？そのことも話しました。あの子どうしてた？戸惑わせてしまったと思います。また彼女と話をしてもいいでしょうか。このままで終わりたくないんです。私の気持ちを全部話して、それで。そうね、そうしてあげて。でも傷つけないでちょうだい。はい。あの子私に気を使って何にも言ってくれないの。母親失格だね。私が家を出たの、あなたのせいじゃないのよ。変な話だけど、私にとって仕事を辞めて家庭に入るってことは、それなりに覚悟がいることだった。分かってたつもりだったんだけどね、あの人のこと。たけし。ユミ。ユミ、最近元気なくない？そんなことないよ。これから遊びに行くんだけどさ。ユミが行くわけないじゃん。ねえユミ。じゃあ行こうかな。嘘。珍しくない？じゃあ決まり、行こう行こう。ユミ、どうしたの？ちょっと息抜き。ごめんね、慣れないとこ連れてきて。こっちこそごめん。いえ、知らねえ。え、そんな女知らねえよ。知ってる？知らない失踪って本当だったんだ。あの噂ってそんなに広まってるんですか？いや、ほら俺入院中暇だったからさ。でその女のことなんか分かった？ただ一つ気になることがあるんです。ごめん。はい。悪い、また後で電話する。うるせえ。はい、じゃあね。
さっきの連中。何？思い出しちゃった。父と歩いてると今みたいにベルが鳴るんです。急患が運ばれてきたり、何かあるとヒュミ、お父さんお仕事だから一人で帰れるかって。でも私、父がそうやっていなくなってしまうのに慣れてしまって、いつもいないものだと思ってたから。ああ、どうしたんですか？大丈夫。文人さん、退院したって本当なんですか？さんってやめてよ。文人でいい。ああ、もう。見てもらいたいものがあるんです。私が言ってた名前が富江、君のお父さんが残したここにも。9月24日、患者の体内より摘出。この患者ってのが富江かな。人面相、人面相。病院に富江っていう患者がいるかどうか調べられるかな。知り合いに頼んでみます。最後のページ、なんだこれ。立花は仕掛けられました。もったいないことと存じます。医学の歴史を全世界未来に担う頭脳を読まれましたので、欠片を拾うと言っても富江が許しません。いい女、じっとしております。いつかここから出ていくのですから。ペンタジン 15mg 立花と打ち合ってどうにか収めておりましたが、時間がありません。立花は行くそうです。首を振って壁を見つめておりました。5分間、身に染みます。止めるなと叫びます。乱暴ですがよくできた仕掛けです。立花は頭、私は体、富江が見張っていますから。私の場合、左手に仕掛けられましたから、目覚めたら最後のところ、仕掛けは完了しておりました。仕掛けられた左手が目覚めると、もう私ではありません。殺せ殺せ殺せ、2時間ぐらい言ってました。誰を殺すんだ、少しずつ教えてくれるそうです。まだじっとしています。もうそろそろ危ない感じがします。現在異常ありません。頭をやられる前に始末しないといけません。化け物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 。明日もう一回たけしんとこ行ってみるよ。させたい。だから怖くない。
なんか俺怖いんだ、富江って女と関わった人みんな。たけしも変わってた。あんなこと言うやつじゃなかったんだよ。まるで別人。君のお父さんだって。だから会いたいんです。その人に会って直接。私小さい時から父のことよく知らなかったんです。あんまり会えなかったし、今会っておかないと。大事なことが抜け落ちちゃうよな。俺もそう。たけしのことよく分かってたつもりだったんだけど、本当は全然分かってなかったんじゃないかって。踏み出せばそこに道ができるか。え？高校の時よく行ってたラーメン屋にあった色紙、そこの親父が書いてたんだけどね。たけしのやつ妙に気に入ってて、親父の人生哲学を学びたいとか言ってた。明日行きましょう。本当怖くない？
ねえ。たけし、どうした？化け物、化け物、たけし、どうしたの？化け物、化け物、たけし、俺だよ、海人、化け物、たけし、化け物、落ち着け、俺を見ろ、俺を、たけし。たけしの荷物頼まれちゃった。これからあいつの実家まで行くんだ。家まで送ってくよ。まだ続けるの？あなたは？あいつさ、病院で拘束液着せられてるんだって。様子見て何か聞けるようなら聞き出してくるけど。また会えるよね？気をつけてね。お父さん？お父さんなんでしょ？クドー！私が誰に言える？よくできた仕掛けだよ。あの血が、化け物がこの体にも流れている。やだー！私の勝ちね。虫がいっぱい、虫嫌いね、虫とって。で解放する、あてもなく再生する、再生する、再生する、感謝、感謝、感謝。
虫がいっぱい。虫嫌い。頭がかゆいから。あの子は私のことなんて言ったと思う？化け物。あんたみたいな汚い子知らない。あの子もこうしてやるんだ。遅くにごめん。今大丈夫？この間のこと調べたわ。まず富江なんて名前、患者記録にはないわね。それと9月24日にオペを受けた患者さんだけど、その日の夜休館の記録があるの。西村担当したのはあなたのお父さん、それと亡くなった立花先生、看護婦はみんなもういない人ばかり。ねえ、この意味わかる？由美ちゃん、大丈夫？ちゃん、よした方がいい。これ普通じゃない。院長先生がいなくなってあなたにまで何かあったら。ねえ、私ね、あなたのこと妹のように思ってた。先生を好きになってから分かったの。私も。え？あずこさんのこと、お姉さんみたいに思ってました。だから辛かった。その子の住所を教えてください。どうしても富江に会わなければいけないんです。
ごめんください。娘は臓器移植を受けてね、生まれつき腎臓が悪かった。提供者はすぐに見つかり、手術もうまくいったよ。ある夜、娘が痛みを訴えてね、それでお宅の病院に運ばれたんだが。何があったんですか？自分なりに調べたんだが、臓器提供者の名前は分かった。川上富江。しかしその記録がないんだ。娘は上ごとのように自分を富江だと言い出し、それは体にも現れた。あんたも見ただろう。昔警察にいた男に聞いたんだろう。ある未解決事件の重要参考人だがに、川上富江という名前があったそうだ。明治時代の末期とか言ってたな。結局事件は迷宮入りということで、警察のこの名を封印した。警察にも富江の存在が確認できないんだよ。しかし何度となく川上富江は封印を破るように犯罪者に顔を出す。全て迷宮入り。その男はこう付け加えた。娘さんのことは運が悪かったと諦めるしかない。今すぐ手を引けとね。あんたもそうだ。運が悪かった。燃やしてしまわないと。燃やして燃やして。
その人運が悪かったって諦めるしかないって。たけしに会ってきたよ。あいつさ、富江に会いたがってた。独房の壁に何度も何度も頭を打ちつけて、こうしないと富江を忘れられないんだって。運が悪かった。俺はあんなの嫌だよ。俺はあんなの嫌だよ。もうやめよ。私諦める。全部忘れる。だからね。急に道の真ん中に飛び出してきた。どっさにブレーキ踏んだんだよ。俺会っちゃったんだ。そう、そうでしょ。俺の頭の中にも、俺あんなのやだよ。院長のおじいさんの代から続いてるんだそうです。当時は小さな病院だったんだそうですが、増改築を繰り返して入り組んでしまっているんです。地下の施設としては他にリネイスがあるんですけど、ここは電気関係の設備が集中するこの病院の心臓部でして、私たちも滅多に入れないんですけど。
先生いるの？先生？お父さんはアルカリ性水溶液を入れた水槽に自分で入って亡くなったということになるんですが、現場でビデオテープが見つかりましてね、これなんですが。どうも作り物みたいでね、まあずっとこんな具合で。こんなところにいたんですか。これね、参列者の人から頼まれて、大切なものだから必ず渡してほしいって。この度は心よりお悔やみ申し上げます。文人さんもあなたのこと心配で仕方ないみたい。彼を慰めてあげてほしいわ。今夜病院で待ってます、富江。Thank you.
ミト？ですか。文人はどこですか。あなた一体何なの。あなた一体何なの。ふざけないで。やったわね。あなた何しにここに来た？あなたたちって案外バカなのね。愛したり信じたり裏切ったり。あの男、あなたを突き落としたのよ。あんな男信じられるの。フミリトどこ、返事して。フミリトどこ、返事して。あなたの父親だってそう。看護婦なんかに手出してあなた捨てられたのよ。死んでいい君だと思わない？私ここで生まれたんだわ。あなたの父親にいやらしく観察されながらね。こんなカビ臭いところであんな扱い受けたの初めて。
あなた何しにここに来た？まだわからないの？あなたそいつに殺されに来たのよ。ユミ、俺。あなたたちおかしいわ。こんなことで済むと思うの？だらしない男ね。こんなことで許しちゃうの？みんなすぐ壊れちゃう。バカみたい。あなた壊れてないのね。あなたも一人。私もそう。ずーっと一人。みんな裏切るの。あなたとならいいお友達になれるかしら。ねえ、あなたもそうでしょ。あの堕落した父親も、あなたを突き落としたあの男も、信じるに値しないじゃない。世界やめてね。私と行こう。永遠に。バカ者！化け物。そうよ。だってそうでしょ。化け物って言わなかった？まだ私を信じないの？あなたに私の何がわかるの？知りたい？みんな私を見るの。勝手に好きになって、愛してるなんて言って、勝手に妬んで、そして壊れちゃうの。私のことを殺して、切り刻んで、また殺して、でも死なないの。だからまた殺して、
何度も殺して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 死にきれないものの姿を見せてあげるわ。ならお前が死ね。ただじゃ置かないから。